2024年のアメリカ大統領選に向け共和党のクリス・クリスティニュージャージー州前知事は6日アメリカを立て直すとして立候補を表明しましたクリスティ氏は歯に衣着ききせぬ発言で有名で トランプ前大統領を厳しく批判する旧戦法です2016年の大統領選に続く2度目の挑戦となります指名争いをめぐってはペンス前副大統領とバーガム・ノースダコタ州知事も7日に出馬表明を予定しています